東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。この帽子の中にまず木を見る、あるいは神を見る。神という神、精神の神です。で、神を見る、あるいは状態を見る、あるいは形を見る、あるいは色光沢を見る。主にこの5つ、木、神、体、形、色、この5つの角度から見るんです。木を見るんですけども、実際木見える人っていうのは非常に少ないです。いなくはないんですけども、例えば 3,4 年前、民放のテレビである特殊な能力を持っている女性がいろんな方の、例えば体、ここに手術したことあります、今ここは治療し中とか、この人は妊娠しているとか、あれはじめそういった情報一切開示しないで、その人の体見るだけでいろんな体の状態を見ることができます。本当にその気の流れ、そこにちゃんと流れてるかどうか見て判断することができます。そういう特殊な能力の人は世の中は当然います。ただごくわずかです。ある程度修行したりすると、例えば座禅したり気功をやったりすると、そういった能力を開発することができます。例えば昔のある同僚の話なんですけども、その同僚と太極拳をずっとやってて、ある中国の太極拳の先生、結構達人の先生なんですけども、日本に来た時に木の流れを見ることができるとおっしゃってたので、じゃあその太極拳やってる仲間たちみんな木の状態ちょっと見てもらったんですけども、で私同僚、胆のうの摘出手術、昔若い時にしたことがあって、胆のう自体はないんです。実際その先生に見てもらった時に、あなたのこの胆の木がここで途切れてますっていう、胆のうのところに刺して言ってもらったことはあります。胆のうの適切手術したことってあるっていう先生にも教えてないし、服着たまま見てもらってるわけですから、そのキーの状態で見える人は見えます。ある程度修行することによって、もともと持ってるその能力を開発することはできます。ただこれごく稀なケースですので、普通の場合はキー見えない。じゃあ見えないでしたら、どういった形でキーを見るかっていうと、一つは精神状態。精神状態という言葉にすると語弊になるかもしれないですけども、心っていうのは東洋医学の中ではいろんな形で現れてきます。例えば東洋医学公益講座の生理学のところで私紹介しましたんですけども、三根七魄っていう概念があります。根って魂です。魂って三種類があります。それぞれ名前がついてて、太閤と僧霊と幽霊です。太閤っていうのは生命力を表す魂です。僧霊は知恵、頭の良さを表す魂です。幽霊は性的思考、例えば男の人は女の子が好き、女の子は男が好き、逆に男の人が男を好きとか、女の人は女好きとか、そういった性思考もあります。こういった性思考を表すっていう魂っていうのは幽霊という名前です。三根の方です。あと七魄、肺のシステムに宿ってるいろんな自律神経系司る7種類のものがあります。三根七魄、これも全部真の現れです。根魄をある程度いろんな形で見ることができます。例えば簡単な例にしますと、無遊病っていう病気があります。夜中寝てる時にもう知らないうちに起きてどっかに行っていろんな活動して、でその後また戻ってそのまま寝る、起きてる間のやってることを全く覚えてないといった病気です。魂の方が病んでるということを意味します。だから治療するときにこういった無遊病の場合だとすると、肝の方から着手して治療を行います。肝っていうのは魂を宿ってるところですね。肝のシステムに問題があるということですから、治療するときに肝から着手したりします。一つの例です。あと例えばその七魄の中には呼吸を司るという魄があります。呼吸の機能、これはいわゆる自律神経系ですので、呼吸の機能正常であれば夜
無呼吸症候群といった症状が出ないはずなんです。でももし無呼吸症候群という症状が出てるでしたら、あ、これは呼吸という機能を低下しているということですから、7拍の中の一種の呼吸を司るという拍が病んでいるということを意味します。治療するときに肺の機能が弱っているということですから、肺の治療を行ったりするということになります。こういった形で精神状態とかその様子を見ることによって体の中の心の状態はどうなるかというのは判断することができます。心が良ければ、つまりその精神状態が良ければ、徳心という言葉があります。徳心というのは心を得るという意味ですけれども、徳心の状態だとすると、目が輝いていて髪の毛とか皮膚の方が艶がいいし光沢感がありますし、表情は生き生きしてますし、言葉もちゃんと羅列をはっきりとし、精神状態も安定しています。いい状態です。こういった特心の状態があるでしたら、病気は別に大事に至らないですが、重くなるということはない。病気になったとしても回復しやすいというのも判断できます。逆にもし目を見て非常にどんよりしてて、力もないし反応も鈍くて表情も非常に暗いと、髪の毛のツヤもないし皮膚のカサカサして光沢感もない、精神状態非常に不安定とか、そういった場合だとすると心の方が失っている、いわゆる失心という言葉を使います。病状がかなり重くなりつつということを意味します。病気をこの状態だとすると非常に回復しにくいとか、そういうことを意味します。あと過信っていう言葉があります。過信っていうのは一見元気そうなんですけども実は危ないといったことを意味します。典型的な例でっていうと、よくその死ぬ寸前の人、例えばがんになってもう長い闘病生活してもう余命少ししかないと、まあ、死にそうな時なんですけども、急に元気になってきて、今まで食欲全くなくて何を食べてもすぐ出してしまったり、あるいはなかなか食欲不振で食べれないんだけど、急に食欲が出てきて焼肉食いたい餃子食いたいとか、そう言い出したら、あ、これはもうそろそろ死ぬだなっていうことを意味します。なぜかっていうと、人間で死ぬ直前だとすると体の中に溜まってるエネルギーは一気に放出したりするという現象があります。死ぬ前に人が光って見える、大きく見える、よく言われますけれども、死ぬ前に急に元気になったりするということがあります。この状態は一見、あ、病気が治っている、もう大丈夫っていうふうに錯覚を起きますけれども、まあ、実はもうこれ死ぬ前兆です。でその時はそろそろ家族と別れをして葬式の準備をしといた方がいいよっていうふうに医療現場である話です。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。